2月後半からこっちに住み始めて、やっぱ東京って上手いスケーターが集まってみんなで切磋琢磨していく場所かなって自分的に思ってるんで、チャンスをかけて取りに行けるためにこっちに引っ越してきましたね。なんか単純に言っちゃえばスケボーってうまいだけじゃ食っていけないんで、ああ25歳までにいろいろ行動を起こさなきゃ終わるなって思いましたね。マジでそうっす、難しい。やっぱスケートパークとかに行くとたまに滑走出てましたよねとか、やっぱ友達とかも結構見てくれたっぽくて、たまにミスター滑走とかっていじられたりしますね。ミスター滑走、ミスター滑走や、ミスターカスターじゃん。俺が知らない間にいじられてたっぽい感じでしたね。一旦受け入れとこうかなみたいな感じでしたね。何でもこなせるというか、まあオールラウンダーな感じで、まあ業界の中でめちゃくちゃうまいやつだと思ってます、ね、トップじゃないですか。そうっすね、もうパーフェクトな感じで、でもなんか見本みたいな、海外に近いっていうか海外と同じレベルで活躍してるライダーって僕は思ってますけど。100万円何に使いますか？自分まだ東京に出てきたばっかなんで。言ってましたよね。まあ、やっぱスケボーにがっつりそれの生活費の足しにしたり、自分の心の中でちょっとやっぱ余裕ができるじゃないですか。もっとスケボーに集中できる環境づくりが今だんだんできてきてるかなって感じですね。ここは東京メトロっていう会社がやってるスケートパークで、ランプゼロっていうスケートパーク、今はスクールの時しか空いてないんですけど、今後入れるように今作っているっていう感じです。今はスケボーの先生やってます。もともとどんなバイトされてる？ピザの配達のバイトしてて、今だいぶそのスケボーの先生の方にシフトチェンジできているんで、だいぶ今そっちで生活できてるなかなって感じです。余裕持たせてくれたのも滑走の部分はあるんで、だいぶ助かってますね。はい、企業がスケートパーク作ることってなかなかないから、スケート業界の成長にもつながるんじゃないかなと。あー、やっぱ今スケータートップまで行けば、トップでオリンピック狙ったりとか、そのレベルまで行けばスケボーだけで生活できていけるけど、今の時代のもうこの日本でスケボーしてる子たちって半分バイトしながら半分スケボーして頑張ってやってる子たちがほとんどなんで、もうその環境がもっと変わっていけばみんなもっと楽しくスケボーできるし、切磋琢磨してできるし、そのためにもっと頑張れるのかなとは思います。まあスケボーのプロって、まあ、日本だったら大会で勝てばプロになることは可能ですけど、世界の認識だと自分のシグネチャーデッキを出したらプロっていうことなんで、今ウェイセットユースのサポートさせてもらってるんで、ウェイセットからプロになってもっと活躍していくっていうことが一番の夢なんで。どういったことをしていくと？そうですね、これは難しくて、やっぱこれやったからこれ出せるっていう決まりがないんで、もうこれは
もう認められるしかないです。もういろんな人にマジで、そうそう、難しい、一番ヤバって言わせれるのはビデオパート。もう僕の家はスケート一家で、もう4人でめっちゃスケボーやってる。お父さんがフィルマーして、それ以外の時は僕がフィルマーして、でお母さんはそれをサポートするみたいな。やっぱ地元では、まあ、スケートパークもちょっと少ないし、まあ、ビデオパートもやっぱこっち東京の方が動いてるプロジェクトがいっぱいあるんで、それに参加しやすい環境ではあるので、それも目的でもあるし。おー、いいね。いいね。ありがとう。今日はどこに行くんですか？今日は今からアトリエみたいな感じで、もうゆっくりできるスペースに行きたいと思います。ここがナーロンのアトリエで、たまにここでみんなで集まって遊んだりしてます。ナーロンさんどういう人なんですか？一応こうやってスケボーやってて、スケボーの仲間がいるからスケボー界で絵を描いて描こうと思って頑張ってるんだよね。めっちゃすごいっすよ、スケートマフィアって。アメリカの超有名なスケートブランドだよね。あそこに本人からもらったサインがこのウェス・クレーマーっていう。自分の話を。はウェス・クレーマーを好きで始めたんですよ。めちゃくちゃすごいこと。スラッシャーのスケーターオブザイヤーっていうのをね、2014年に取った人ね。それは大会とかで活躍したとかじゃなくて、要は一番乗れてたスケーターみたいな、うん、一番なんだろう、ね、スケボーさせたいと思わせたスケーターが、まあ、みんな投票するから、まあ、本当の世界一だよね、ある意味。もう日本人誰も取ってないしね。取れてないね、ユートですよ、取れてないね。まあ、そこはもうだから多分プロになった後の夢なのかな。やっぱスケーター、仲いいスケーターと楽しく滑ってれば勝手に上手くなるっていうところもあると思うんで、まあ、その環境を作るためにこっちに引っ越してきましたね。それが必要でしたね、僕には。だいぶ東京楽しんでるっすね。そうですね、だいぶ東京慣れてきてこうやってみんな仲良くなってめっちゃ楽しく、俺的になんかね、この人たちと行ったらかっこいいなと思うし、何かで成り上がりたいって目指してる部分が一緒だから分かり合い、そう、多分それはあるっすね。フェリスはクルーだけど、厳密に誰がクルーとかクルーじゃないとかなくて、まあ一個集合体みたいな、うん、なんかフェリスって観覧車の英語でフェリスウィールって言うんですけど、そこから取ったんですよ。で観覧車ぐるぐる回るんで、スケボーもビールついてて、いろいろこうやってることが巡り巡って、いろんな人を乗せて回ってきたらいいなっていう。だからそんな限定的な意味じゃなくて、まあいろんな人巻き込んで、うん、フェリスっていうムーブメント作れたら面白くなるんじゃないかなと思って。面白くなってるっすね。ねえ、なってる。でも東京来るって言った時は結構びっくりしましたね。行く行くとは言ってたけど、なかなか来ないから、タイミングが来ないんだろうなと思ったら来たから、やっと来れた、やっと来た、やっと来れた。東京来た方がいいなって思ったのは、二十歳になったくらいから、あーもう二十歳かって思って、まあやっぱそこから、あ25歳までにいろいろ行動を起こさなきゃ終わるなって思いましたね。東京ってやっぱ上手いスケーターが一番集まる。スケーターとして食べていけるようにチャレンジ。とりあえず自分の中で25歳までに、まあそれができなかったら仕事しようかなっていう。なんで25までにできなかったら辞めるっていうのは、25歳までにスケボーできる環境を整えれなかったら、やっぱその先もっと大変だと思うんですよ。まあ、やっぱその今活躍してる人で25歳以上の人なんて全然めっちゃいるんで、でも思うのはその人たちはその前の年までに自分の環境を作ってきたからだと思うんで、第一線を走る前段階のピークを俺は勝手に25って決めてるだけです。
日本にいながらスケーターとして食ってく大変さみたいなのってやっぱありますか？まあ、なんか単純に言っちゃえばスケボーって上手いだけじゃ食ってけないんで、そこが一番のむずいとこじゃないですかね。こうやってやっぱスケボー一本って食ってくのが難しいから、やっぱその僕もちゃんとバイトしてその空いてる時間スケボーしてみたいな感じなんで、なんかやっぱオリンピックできて大会出てる子とかはね注目されて、うん、僕たちみたいに街中で滑ってこう映像を撮ってリリースしてっていうのが、まあ、日本だとちょっと受け入れられづらい、うん、そういう社会だから、その中でも好きなことをやって映像を撮って環境を作りたいなと模索してるところですね。回ってる。そう、回ってます。回していきたい、ね、みんなで頑張って回してますね。みんなで頑張って。ピザ屋なんでピザもちょっと回してる、まあ、こうやって回してる。まあ今やスポーツとかアスリートとか言われてますけど、まあ、俺の中でそれはまあなんかちょっと違う、まあなんかそう思われるのもいいことだけど、まあ、違う世界もあるから。なんかそういう文化ももっと知っていけばもっといいのになって思ったりは少ししますね。まあ、僕にとってスケボーはもう生活の一部。生活の一番重要なものになっちゃってるんで、まあ、それを一番にずっとさせるための今のこの動きなんで、僕はレン君応援してるんで。今も環境完璧だから、あとスケボーでどんだけ見せれるかっていうだけなんで、まあ、もっと頑張りたいと思います。